武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は愛媛大学の国語の勉強について話していきたいと思います。ここですが、まず2つ問題がありまして、法文学部、こちらがですね、大問3題で時間が120分、出題されております。そして、教育学部、こちらが大問3題で時間が100分という形になっています。ではまず、法文学部から話していきたいと思いますが、こちら大問1が、言語融合問題で、設問の中心は古文に、なっています。で、大問2が漢文、こちらは単独ですね。で、大問3が現代文という形になっています。で、まずでは大問1の方から話していきたいと思いますが、こちらはまあ先ほど言ったように古文の設問が中心となっており、で、古文の設問の、については割とその文法的だったり文学史的な、問題、が多くですね、知識が試されるものが割と多いです。で、文学史に関しては作品そのものの知識、要はどういう作品かとか、どんな特徴があるかみたいなところまである程度抑えてないといけないようなもの、まあ、本文読めばある程度そこは分かるようになってはいるんですけれども、ただ、作品ごとの知識を入れておいた方がいいでしょう。で、文章読解、古文の単独というかその融合なんで、現代文とは別に古文の、文章問題も出るんですが、これに関してはそこまで長くはなく、また和訳問題などは、そこまで多くは出ないので、まあ、出るんですけど、数は多くはないので、文法とか知識関連、まあ、和歌解釈なんかもそうですね、などは、優先的にやっておきましょう。まあ、なので問題の対策的にはセンターレベルが終わってる前提で、考えると、文学史と、文法、そして和歌の習字法などの確認、を、しっかりやった上、で、まあ、余裕があれば国公立標準問題集キャンパスなどで、記述の練習をしておくと。ただ、まあ、そこまで大量にやる必要ないかなと。古文上達基礎編などのやり直しでも、まあ、十分、ある程度対応できるかなというふうに思います。で、続いて漢文、ですが、漢文はですね、文章そのものは、まあ、割と長いですね。で、聞いてくる問題、に関しては、現代語訳や書き下し文、なども割とは出てきますので、まあ、記述はちょっと多いかなと。ただ記述の難易度自体はそこまで高いものではないようにはなっておりますので、まあ、センターまでのもの、しっかり、まあ、特に早覚え即答法などの工夫的なものをやり直した上で、まあ、国公立標準問題集キャンパスなので、まあ、論述記述練習をちゃんと一冊仕上げておけば十分対応できるでしょう。続いて最後現代文になりますが、こちらはまあ漢字の書き取り、あと選択問題が出て、あと抜き出し問題や説明問題など、まあ私立と国立の問題のミックスのような構成となっています。まあ、なので、まあセンター終わった前提で考えると、現代文読解力の開発講座と、まあ入試漢字マスター1800プラス、プラス国公立標準問題集キャンパスなどを追加でやっておくという形で、まあそれあとは過去問をやり込んでいけばいいかと思います。まあちょっとやはり特徴的には言語融合問題が割と辛いかなと思いますので、こちらに関して、まあただ文章そのものはそこまで、まあ言語融合とは言ってもそれぞれの文章は独立して出てきてはおりますし、設問そのものも古文がメインにはなりますので、知識さえあれば現代文の文章そのものはざーっと読んで古文メインでやっててもある程度対応はできるかと思います。まあ問題によっては本文、現代文のも参考にしなきゃいけないので読まなくていいというほどにはなりませんが、設問の中心は古文の知識、関連になりますので、そちらをしっかり入れておきましょう。はい、それでは愛媛大学の、国語の2つ目、教育学部ですね、について話していきたいと思いますが、こちらが時間100分で大問3題なんですが、言語漢がそれぞれ、1題ずつ出ています。で、融合問題などではなく、それぞれ単独で出ている形になっています。で、まず現代文、大問1が現代文ですが、こちらは漢字の書き取りと、まあ、選択問題、そして、説明問題、などですね、が中心で、説明問題が、割と数が多く出てきます。一個一個の記述は、そこまで、長くないものが多いです。まあ、なので、国公立標準問題集キャンパス、あとまあ余裕があれば現代文読解力の開発講座、この2冊仕上げておけば十分でしょう。で、漢字の書き取りがありますので、漢字書き取り練習してない場合には入試漢字マスター1800プラスを追加でやっておきましょう。で、まあ、文章そのものはそこまで、まあ、長いわけではないので、まあ、こちらに関しては、記述練習さえしてれば十分対応できます。で、続いて古文、ですが、こちらはですね、法文と比べると、かなりその説明問題が多くなってます。なので、記述練習は必須ですね。こちらの方が優先度は高めです。
で、まあ、現代語訳説明問題中心なので、こちらに関しては、まあ、国立標準問題集キャンパスは必須でやっておきましょう。で、まあ、それだけじゃちょっと足りないという場合には、まあ、過去問のやり込みでもいいんですが、まあ、追加でやるとしたら入試生成問題集古文や得点出し古文など、やるのもいいですが、ただこれは下手すると過去問より難しいので、本当に余裕がある場合、国語で点が稼ぎたい場合の追加で構いません。で、漢文に関しても、こちらも古文と同じく、書き下し文や説明問題が中心となっています。で、文章そのものの難易度がそこまで高いわけではないので、ちゃんと工夫とかを抑えて、まあ、正確な訳書けるように練習しとけば十分なので、まあ、早覚え即答法の確認、まあ、あれを全て記述で書けるように練習しておくことと、まあ、国立標準問題集キャンパス、しっかりやっておけば十分対応できるかとは思います。以上が国語の勉強となります。